こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、勉強に集中するために何ができるのかということについてお話しさせていただきます。実際勉強して実力が上がる人と上がらない人っているんですよね。その一つの原因として集中して勉強できているかどうかっていうことが挙げられます。集中して勉強していればやったことが、いくらか頭に入っている。一方、集中していない状況、例えばもういろんな他事を考えながら勉強してたら、どれだけ勉強しても結局は勉強した内容って頭に入っていないんですよね。つまり勉強するのであれば集中して勉強しましょうよっていう話なんですよ。じゃあどうやって集中するのか、これ人によってもういろいろ違うんですよね。もうスポーツ選手見ていただくとすごくわかると思います。例えばラグビーの、五郎丸選手であれば、なんかこんなことをしながらね、集中高めていくわけですよ。で打つわけですよね、ボールを蹴るわけですよ。イチロー選手も、打席に入るまでの間で、何個だったかな、数十個ぐらいの、このルーティンがあるわけですよ。で集中力を高めていくわけですよね。なんで人によって高める方法って違うんですね。なんでもしあなたが集中するための何かしらの、やり方っていうのを持ってるのであれば、もうそれをもうぜひですね、引き続き使ってってください。もしないっていうのであれば、一つの方法としてね、ちょっと今からお伝えいたします。それはどんな方法かっていうと、勉強する前にこのペンありますよね。このペンのこの先を、こうずっと一点をこう見続ける。30秒とか20秒30秒ぐらいかな、ずっとこうやって見て集中力をこう高めていく。その時に他のことを考えない、もうとりあえずこうやってずっと見てっていう風にね、集中する。で、その後勉強に入るっていう方法を取るのが一つの方法になってきます。この一点を集中して他のことを考えないっていうのがポイントですね。通常テキストとか過去模試とかこう見るわけなんですけども、本って面じゃないですか。そうするとこういろんなところにこう、なんていうかな、一点に集中しないんですよね。で、結局集中できずにいろんな他のことを考えてしまいながら勉強を進めていくっていうことになっちゃうので、それを避けるためにまず一番最初に何か一点に集中できるものをこう見るっていうね、この行動を勉強する前に一つ、行動として入れるわけです。で集中力を高めていざ勉強に入るというふうな方法が一つありますんで、ぜひですね、一回試してみてください。でね、これが使えるっていうのであれば、ぜひこれを引き続き使っていただき、で、もしこれ使えないな、自分には合ってないな、これじゃちょっと集中できないなっていうのであれば、別の方法を使うと、また考えてね、やっていくっていうことをおすすめします。実際、電車の中とかだとね、ペンがないとかっていうのであれば、自分のこうね、指をこう、指の先をずっとこう見ながら、一点集中して、20秒、30秒見た後に勉強に入るっていう方法でも全然構いません。何かしら一点に集中するっていう。で、その集中した流れを保ちながら勉強に入っていくっていう方法ですね。ぜひ試してみてください。宅建合格を目指しているあなたへ、宅建に合格するための情報を無料でお伝えしております。無料のメルマガでは、1日3問、宅建の過去問を、詳しく分かりやすく解説させていただいております。動画についても、無料でどんどん有益な情報を、ご提供させていただいておりますんで、ぜひ、チャンネル登録の方をお願いいたします。チャンネル登録は下の方から。また、1日3問のメルマガの登録については、下の、動画の解説、動画の概要ですね、そちらの方からご登録いただけますんで、ぜひよろしくお願いいたします。宅建合格を目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。